はい、マルク水産代表取締役の中尾です。よろしくお願いします。はい、よろしく。マルク水産さんは一般のお客さんですか？そうですね。だいたい朝8時、9時ぐらいまでが商売人さんで、それ以降は一般の方が多いんです。じゃあ業者さんも、業者さんがもう早朝から、早かったら4時、朝の4時ぐらいからいらっしゃる。この魚たちはどこから来る？みんな豊洲市場ですね。毎日競り場に行ってるんで、本当に新品のいいものと、もう朝一番で行って、一番最後までこう競り場にいるんで、商品量がどこにも出てない。値段もそう思います。まだここに出てるのはほんの一部なんで。この愛知産のイワシなんですよ。これは脂って、マイワシ。はい。150円安いですね。300円ぐらい。あとこれ北海道のね、キュウリウオ。キュウリウオ、キュウリウオ、キュウリの香りがするんですよ。アユと同じ種類、野菜のキュウリの香り、そういう香りがする。確かに見た目ちょっとアユっぽいですね、うん、香りもそう。これはあんまないんじゃない、あんまり出回ってない。はい、本当にキュウリの匂いするんです、うん、でしょ、はい、ね、こんなのも置いてあったりとか。でこれ今小餅なんで、あ、いいですね、旬なんですよね。このサイズが500円、このサイズが1匹50円だね。え、あ、これで500円ですか。 そう、1連の、そうですね。味噌漬け関係をちょっといろいろ豊富に揃えていて、その中でもじゃあ一番のおすすめっていうのは中でも厚切りの忍者、これが一番売れてます、ね、うわ、厚いっすね。何センチなんだろう。400円、安い。あと例えば今これ銀だら 100g で400円なんですけど、はい、あ、そっちにもあるんですね。これだと業務用の銀だらで同じ 100g なんですけれど、はい、これだと200円。200円、安いですね。業務用は一般のお客さんは買えないです。一般の方も買えますよ。だから例えばお二人で来られたり、4人で来たら高級です。そういうこともできる。へー、漬物の業界じゃん、王様だ、王様。美味しい。この魚も本当おすすめ。ヒーラスって認知度がないだけで、認知度が出てきたらこんな値段じゃないと思う。ギンヒラス、ギンヒラス、食感はブリで脂がある、白身の魚で、これはニュージーランドの魚です。あ、そうなんですか。すごく美味しい。これ狙い目ですか。これは本当美味しい。こういう商品とか詰め合わせ、はい、みたいな、この箱に入れてこういう感じで、はいはい、であと味付けとかもいろいろあるんで、それもお客さんの方に好みで、こういうセットでやったとしたって、あ、そういうのもやられてるんですか。うん、お中元お歳暮みたいなのを使ってるんで、例えばこういうギフト、漬け物の詰め合わせみたいなのやったら当然デパートとかの関連になるんですよ。わ、すごいっすね。それ送料込みで5000円って言ったら相当な量で、真空パックだからね、こういう気持ちもいいんですよ、うん、こういう風にしたっていいじゃん。またここではね、説明しきれない商品いっぱいあるんで、ぜひね、いらっしゃってですね、その時に、YouTube で言えないお得情報みたいのがあったら、教えてって言ってもらえれば、教えますんで、ここではちょっと言えない、本当に、商品もありますんで。めっちゃお得ですか？はい、めちゃお得。間違いなくお得です。おぉ。じゃあもう来るしかないですね。まあ、来ていただかないとちょっと言えないんです。そうですか。わかりました。そういう商品もありますんで、はい。YouTube 登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。